つむつむセブンスアニバーサリー1日限定プレーションライやっていきましょう。続いてはゴーテル。悪名高き美しいラプンツェルを悪者にしようとしたっていう噂のですね、はい、女性ですね。ゴーテルってなんかもうゴーゴンって感じの髪型してますけどね。うん、ゴーゴンって皆さんご存知です。頭がヘビでね、睨まれたら石になっちゃうっていうのね、呪いを持った女性のなんですけどね。ラプンツェルもね、曲めっちゃ有名ですよね。曲めちゃめちゃ有名で、奥さんがすごく好きらしいんで、結婚式のね演出なんかにその曲を使ったりしたことがあるんですけど、残念ながら僕ね、ちょいちょいその作品をつまみ食いしてるだけだったので、全部を一気に見たことっていうのはないんですよね。だからどっかのタイミング花開いた、どっかのタイミングでしなきゃ見ない、見たいななんていうふうに思ったりするんですけど、めっちゃ綺麗。そう。なかなか見る機会がなかったりしたんで、結構、放送とかでもやったりしてたみたいな。また一度するかですけどね。ディズニー作品ってどうなんですか。僕 Amazon プライム入ってるんですけど、 Amazon プライムでやったりしてるんですかね。それがあるんだったらね、まあ、なんかちょっとラプンツェルに限らずディズニー作品見たいなっていうふうに思うんですけど、あのこの腹の開き方がすげえ心配できる、少し離れた角度に削ってくれるっていうことで、消されねえな。うわー、これでもあれっすね、むずいな。この袋をボムかスキルかで消せば、そのコインがめっちゃ貯まるっていう仕組みになってるんですけど、残念ながらそうならない。うわー、これチョイスミスっすね。キャラというよりは僕がミッションをミスった。袋1個しか消せませんでしたね。いや、クリアーっていうのはありがたいんですけどね。なるほどな。ゴーテルこんな感じでしたね。これはやっぱ4つにして全部をつないで消すっていう感じでやっていかないと、8コインゲットささやかということでしたね。はい、悪いことを企んじゃダメですよっていうことですね。